お前の予定を聞きに来たんだけど。あ、ライアス君、ちょうどいいところに。なんだ、俺に用でもあったのか。ちょうどご飯の準備ができたとこなの。せっかくだから一緒に食べてってよ。俺はいいよ、適当に済ますから。それだってお金かかるでしょ。ライアス君、あんまりお金持ってなさそうだし。そりゃまあそうだけど。料理が余ってももったいないし、半分は助けると思って食べていってよ。仕方ねえな、わかったよ。こいつは。じゃーん、今日はキノコ尽くしです。あー、美味しそう。アールズのキノコって美味しいんだよね。えへん、アールズのキノコは世界一ですから。なんでお前が威張ってるんだ。それにしてもキノコか。あ、そっか、ライアス君ってキノコダメなんだっけ。ガキの頃、こいつに無理やり食べさせられたキノコが毒キノコだったことがあって、それ以来ちょっと。え、あ、アリリそういえばそんなこともあったような。メルルちゃんたら昔からお姫様らしくなかったんだね。ごめんね、ライアス君。なんで先生が謝るんですか。悪気はなかったんですよ、本当に。悪気があったらもっと悪いだろ。とにかく、というわけで俺はこの料理は。まあまあ、キノコ自体がダメなわけじゃないんだよね。だったら食べていったら。まあそうだけど。今日のキノコはちゃんと食べられるやつなわけだし、みんなで食べるんだもの。大丈夫だよ。ぜ、確かに、せっかくだしな。腹も減ってるし、食っていくよ。おー、男らしい。頑張って。じゃ、いただきます。ライアス君、どう？おいし…あ、うまい！うまいぜこれ！久しぶりに食ったけど、キノコってうまいんだな。よかった。それじゃあ私たちも食べましょう。いただきます。本当においしい。ベルルちゃん、料理上手なんだね。材料がいいからですよ。でも、本当にうまくできたかも。ああ、ちょっと見直したぜ。あ、うん、おお、ああ、ライアス君、なんで倒れるの。毒キノコなんて入ってないはずだけど。でもライアス君だし、もしかしたら。わからないけど、それ以外考えられないよ。私たちは大丈夫なわけだし。はあ、また毒キノコに当たっちゃったの。どれだけ運が悪いのよ。ライアス君、しっかり。すぐお薬持ってくるからね。もう、キノコなんて二度と食べるもんか。